はい、こんにちは、けいこです。お元気ですか？この前裏庭の写真を撮って YouTube に載せてからもう3ヶ月ぐらいになりますね。あの頃はまだ期待をしてたんですよね、今年の果物でも。やっぱりダメでしたね。リンゴも桃もダメ。冬にある程度温度、低い温度の日が何時間かいるんですよね。でもサントニオは暖冬だったのでやっぱりダメでしたね。リンゴはね、一応なったんですよね、10個ぐらい。でもリスが取ってしまったけど、2個だけ網を張って取れないようにしてたんですよ。そしたら今その2個だけ残ってます。だから見てください。今日はですね、暑い日ですね。これレモンは綺麗なレモンがなってます。ここにもなってます。見えますかね、ここにもなってます。かわいいレモンがなってますね。これがブルーベリーですね。リリーがね、枝を全部食べてしまったけどまた出てきてますね。でこれはね、いちご。今ね、1個見えますかね、実がね。今までに3個ですかね、食べました。でこれがアボカド。なんかね、暑すぎなんですかね。葉っぱが茶色になってます。これはニラ。これは牡蠣ですね、牡蠣。甘牡蠣。これも牡蠣ですね。これは種を送ってもらったのをね、植えたら大きくなりましたね。でこれは胡椒、ハロピーノって言います。胡椒です。たくさんなってます。これは柚子ですかね。柚子、ポンカンじゃないか、ポン酢、そういうのに使う日本の柑橘類です。鍋物とかに使うやつ。これも種を送ってもらったのが大きくなってます。これはシソですね。シソがね、あんまりね、育ちませんね。これはね、紫のね、梅干しとかつけるシソですよ。見えますか？そう、3本生えました。生えてます。これは赤株ですかね。これはアボカド種から植えました。そしたらだいぶ大きくなってますね。これがピーズ、サヤインゲンですか。これサヤインゲンですね。でこれもサヤインゲンです。これはセロリ、大きくなりました。食べたのをね、茎のとこだけを植えてたら生えてきます。これはね、そうね、1週間ぐらい前に植えたのかな。ニラですね。ニラじゃない、ごめん、ガーリック、ニンニクです。これもニンニクです。これもニンニクです。これもニンニクです。ニンニクが結構強いですね。ここはみょうがが壁にありますね。犬がね、芽をね、食べちゃったんですよ。だからね、切りましたけど、これは全部みょうがです。これもね、みょうが。これがレタスももう収穫できます。ネギ、これが何とも言えないアスパラガスなんですよ。
これがね、アスパラガスが6年くらいかかるらしいんですね。これで3年目ですね。で、今でもね、少しずつだったら収穫できるらしいんですけど、そう、急いで食べることもないなと思って。これがね、タケノコみたいにシュッシュッシュッって伸びるのを摘んで食べるんですよ。で、これレタス。もうすぐ、もう食べれますね。リリーがね、何でも食べるんですよ、あの芽を。でね、これがみかんなんですよ。薩摩みかんかな。これなってますね。たくさんね、実はついてたんですけど、なんかね、落ちてね、黄色くなって落ちてダメになっちゃったのたくさんあるんですけどね。だいたいこういうの、そんな何十個も取れるもんじゃないんでしょうね。これも薩摩みかんなんですよ。だけどこれはここなってますね。見えますか？なってます。かわいいのがなってますけど、本当はね、こっちの方が、右側の方が1年古いんですよ。これが2年目のさつまみかん、これが3年目なんですね。もう何度も何度も死にかけたのを、やっとやっとっていう感じで3年目です。来年は期待できそうです。これはマスキートか、蚊よけのレモンの匂いがする植物ですね。で、これがまたニンニク、これが春菊かな、春菊。これは何でしょう、株かな。あんまり良くないですね。これも春菊。これはね、メロンなんですよ。ハニドゥメロン。これもメロン。もうだいぶ大きくなったから、移してあげないといけませんね。で、これはですね、トマトです。もちろん。でも、これはね、ローマトマトって、ひょろひょろっと縦に長いのがあるでしょう。あれをね、輪切りにして植えたんですよ。そしたらね、芽がポコポコポコって出て、勢いがいいのを2本残して、したのがこれですね。だから、トマトなんかね、種を買うことないみたいですね。もう花とかもね、出てます。これはイチジクは元気ありませんね。大きな鉢に入れなくちゃいけないのかな。で、これはニラですね。なんとなくニラって分かってるから抜きたくないって感じで、これがドラゴンフルーツかな。カリフォルニアにいる友達が送ってきてくれました。これもそう、ドラゴンフルーツと、これはなんかね、お花が咲くらしいんですけど、まだ見たことないんです。これは、この3つ。これはマクワウリです。どうなることでしょう。楽しみです。これはやっぱりセロリ、何本かずつ抜いて食べてるんですけどね。ごめんなさい。で、これはトマトです。トマト、なってますね。トマトがね、いつも茂りすぎて、ここもトマトなってます。お花が咲いてます。中に行ったらね、見えますか？かわいいのが下がってるでしょ、トマト。あそこにもなってます。では毎日眺めるの楽しみですね。こんなの、これはね、ピンクになったら取らなくちゃいけないんですよ。あと1日あと2日と待ってると、鳥が来てつっつくんですよ。でもダメで、これがね、まだ何年か待たないと。これは桃、すももですね。あれはリンゴ、これはリンゴ、
リンゴもね、全部取られちゃったんだけど、これはね、こうカバーしたからね、ちゃんとなってますよ、リンゴ。わかりますか？ここに2個きれいにありますね。かわいいリンゴよ。で、あと一つね、あ、ここにあります。ここにかわいいリンゴがあります。このリンゴもカバーしてあげないと取られちゃいますね。ね。これカバーしないとね、リスが来てね、ポンッとして、博多入ってポンッと捨てていきます。まだ甘くないから。そう。たくさんなったんですけどね、期待できません。これもリンゴ。これはアナリンゴっていう種類なんですけどね、なかなかあれですね、育ちません。このアナリンゴとこのゴールデンドセットっていうリンゴなんですよ。これ同じ時に買ってきた苗、買ってきたやつです。2倍3倍ですよね、この育ち方。これがビワ。ビワはまだなりません。何年かかかるらしいです。で、去年何年かかかるって分かって、ちょんちょんちょんと切ってしまって、短くなりました。でもね、上になって取れないビワっていうよりも、下の方に茂って取れるビワにしようと思って、こういうふうにしてます。これがイチジク、やっと大きくなってます。これが3年目かな ?2年目ですか。ほら、ね、イチジクなってます。ここにかわいいのがたくさん出てきてます。そうね、7月頃食べれますかね。ほら、ここにもなってます。ね、ここなってますね。元気な、これはブラウンターキーです。これはモモです。モモはね、期待してたんだけどダメでしたね、今年は。残念ながら全部実が落ちましたね。元気なのに。でもこれはね、あの白い実のね、甘い実がなるはずなんですけどね。これも来年に期待します。これはブラックチャーチというあのイチジクなんですけどね、ダメだったみたいですね。これね、こう折ったらね、パッキンと出ますから、ダメなんですよ、ほら。ね。ダメでした。表にあるのを写したらね、生きてないですね。これはセレテスというまた違う種類のイチジクなんですけど、これはね、実がまだなってないんですよ。なんか出そうな感じはします、ここにね。でもまだ分かりません。そう、これが、あ、なんかね、頭に止まりました。これがね、例の渋柿ですね。柿が鳴ってるの見えますかね。ほら、可愛くできてるでしょう。これね、何十個もなったんですよ。だいたい一枝に1個残して、他のは全部摘んでしまいました。それでも本当はね、あの葉15枚に対して実を1個ぐらいに残すと一番いいらしいですね。今年期待できるのは渋柿ぐらいのもんですかね。まあ今日はこのくらいで。じゃあね、またね、バイバイ。